カジヤのポルカ作品269は、ヨーゼフ・シュトラウスが作曲したポルカフランセーズ。単に、カジヤとも、カナトコを楽器として用いることで知られる。1869年3月、金庫メーカーのベルトハイム商会が、大化金庫2万個の製造を記念して、舞踏会と花火大会を催した。この舞踏会に際して、ヨーゼフ・シュトラウスは、商会から作曲を依頼された。 ヨーゼフは金庫を製造した単ヤ職人を称えて打楽器として金床を用いるポルカを作曲した。3月13日、ブリューメンザールの舞踏会において作曲者自身の指揮の下でシュトラウス管弦楽団によって初演された。後に本作は主催者のベルトハイム商会に検定されている。ホイヤフェストはこの会社の宣言文句で、本来は耐火性抜群の意である。 カジヤノポルカとは日本での命名である。日本においては、格好ワルツなどに代わって、小学2年生用の鑑賞共通教材として1989年改定の学習指導要領に取り入れられている。2丁長,長4分の2秒子冒頭部を使いのブラウザでは、音声再生がサポートされていません。音声ファイルをダウンロードをお試しください。 4小節の前奏に続いて、かなとこの一打で終えると、8部音符を中心とした単純な旋律で始まる。トリオは、徒長長、2部形式。主部に戻ると、かなとこが活躍する短いコーダで終える。ウィーンフィルニューイヤーコンサートのプログラム上に頻繁に取り上げられる作品の一つとなっている。過去の演奏一覧井上 P240、AB 若宮由美。 ウィーンフィルニューイヤーコンサート2012会員の中村哲郎さんが NHK 放送にゲスト出演。ニューイヤーを語る曲目解説よりヨーゼフ・シュトラウス、カジヤノ・ポルカ・オーパス269。ありがとうございます。